こんにちは、ゆさきです。今回は開幕投手についてお話ししたいなと思います。すでにちらほらと発表されている開幕投手、もちろん23年は WBC がありますので、選出されている選手は開幕を回避する可能性があります。具体的には DeNA 今永選手、オリックス宮城選手、山本選手、巨人戸郷選手、ロッテ佐々木朗希選手、ヤクルト高橋奎二選手、中日高橋宏斗選手らは回避の可能性があります。開幕投手にはいろんな考え方があります。藤本監督は開幕投手の決め手は相性と言っていたり、吉井監督はこの1年この投手を中心に戦っていくというのが開幕投手と言っていたり、現場でも考え方が変わってきます。ただプロ野球の開幕、143分の1とはいえ、そのシーズンの最初の公式戦の鍵を握る先発はただの1試合と捉えることも難しい注目度になってくるかなと思います。その中で今回は直近10年間の開幕投手とその選手たちの成績についてお話ししたいなと思います。まずヤクルト、開幕投手は基本小川選手、石川選手中心になっていますが、スタッツで見ると実は結構苦しいんですよね。長く開幕投手を務めてくれている小川選手、成績的にはそこまで目立っているわけではないんですが、チームの中で欠かせない存在です。17年は中盤に救援起用があったり、18年には骨折で出遅れていましたが、基本的には長くイニングを投げてきてくれています。石川選手も長くローテーションで投げてきていますが、大ベテランに差し掛かってきていて、近年は安定して成績を残すということが難しくなってきてはいるのかなと思います。それでもなかなか替えが効かなかったのがヤクルトの先発の苦しさです。これを見ると小川選手の偉大さというのは本当に大きいところかなと思います。23年も小川選手で想定していますが、奥川選手や吉村選手、そして23年は WBC の関係で出遅れかなと思っていますが、高橋奎二選手らもエースへの成長、開幕をつかみ取るというところを期待したいなと思います。続いて DeNA、 三島選手がリリーフとして外せない存在になることができましたが、13年希望だった中で開幕投手もなかなか定着できず、藤井選手や久保選手ら、伊能選手らがイニングを投げてきましたが、常に先発は足りない状況だったので、ドラフトは即戦力中心でした。その中で石田選手、浜口選手、今永選手、東選手と多く投げることはできていますが、安定的にエースクラス、ローテクラスの柱になれているのは今永選手だけです。ただ今永選手も2年続けて規定というところまではできていないので、離脱も多い存在になります。石田選手、浜口選手、今永選手、東選手が安定してローテーションならそれは硬いですし、毎年の争いもレベルが高くなってきますが、離脱等の事情で開幕投手ということが多かったり、長期的に計算できる選手が少ないからこそ先発投手で苦しんでいるチームと言えるのかなと思います。現状23年 WBC 出遅れ可能性で、開幕投手は大貫選手で予想しております。続いて阪神、このチームはメッセンジャーという柱の存在が本当に大きかったんですよね。助っ人は1年単位の活躍を求められることが多いんですが、その中で毎年エースクラスの活躍、離脱せず規定投球回を超えてきて、2桁勝利を計算できる投手としてチームを引っ張ってくれていました。もちろん同時期に藤浪選手や能見選手らもいましたが、そこを引っ張ってくれていたのは彼でした。20年は FA 加入2年目の西勇輝選手が開幕投手、彼は21年こそ苦しかったんですが、阪神4年で全部規定投球回というのは本当に偉大です。なかなか勝ち星こそ伸びていませんが、とにかくイニングを投げ続けています。21年、22年はチームの離脱や計算外が目立ったことなどもあり、先発ローテーションで絶対的ではなかった藤浪選手が開幕投手、青柳選手、伊藤選手らの離脱があり、各選手がローテーション固まっていて、それぞれの曜日に調整している中で、近年の成績的に苦しい藤浪選手を抜擢するというのは、彼のアピールだけではなく、もちろん爆発力、経験というところもあるのかなと思います。23年は順調なら青柳選手が開幕投手かなと思っています。ローテーションで困ることはそこまでなさそうなチームの上に、仮に計算外があっても意外な開幕投手ということは少ないのかなと思います。続いて巨人、2013年は内海選手の WBC 出場もあり、高卒3年目の宮國選手が抜擢の開幕投手で、17年は菅野選手の WBC 出場もあって、マイコラスが開幕投手でした。マイコラスは当時菅野選手と並んで立っていたローテーションの柱ですし、宮國選手も今から考えると驚きで、13年ブレイクとはならなかったんですが、12年の高卒2年目に17試合で97回6勝2敗防御率 1.86、 ポストシーズンでも好投など大きな期待を集めてたんですよね。抜擢自体が無茶だったわけではないかなと思います。その後は想定外でしたが、やはりこのチームは菅野選手という絶対的な柱中心に回っていました。開幕投手を務めるなど大舞台も
こなしてきた上で大きな離脱なく規定という年がほとんどです。2021年は離脱も多かったんですが、ほとんどのシーズンで貯金を作ることができている絶対的なエース、 MLB 挑戦可能性もありましたが巨人残留。かつてほどの絶対的感はないかもしれませんが、今でも戸郷選手と並んで巨人の柱です。23年は戸郷選手が WBC 出場で手遅れの可能性もありますので、菅野選手で予想しています。もちろん彼を追い越す若手に出てきてもらいたいところですが、2010年代の彼の貢献度というのは計り知れないところかなと思います。続いて広島。伝統的に黒田さんや前田選手ら柱の存在がいるチームではありますが、14年以降は複数シーズン開幕投手という選手が多いです。13年は前田選手の WBC 出場で手遅れが想定され、バリントンが開幕投手でしたが、彼もまた2桁勝てるローテーションの柱投手です。その後前田選手が2年連続 MLB 挑戦となった後には助っ人のジョンソンが開幕を務めました。そのジョンソンが16年には沢村賞を獲得。ただ17年はジョンソンが離脱もあったり、18年は野村選手の不振で先発が苦しかった部分もありました。19年からは大瀬良選手が務めていて、近年は開幕当初圧倒的なピッチング、完投など球数がかかってもイニングを投げ、エースとして打撃でも活躍ということがありながら、中盤には失速や離脱、成績的にも苦しくなるというシーズンが続いております。23年は森下選手が手術明けということで、開幕予想は大瀬良選手にしてきていますが、近年の不安定さ、そして森下選手の内容的なところを考えると、今後は森下選手中心になっていく可能性もあるかなと思います。ただ毎年大舞台に投げイニングも食ってくれる大瀬良選手の存在は大きいですし、22年は苦しかったシーズンでもありますので、23年にかける思いも大きいのかなと思います。続いて中日。今でこそ先発候補が非常に多いチームではありますが、少し前は先発、救援ともに苦しんでいたチームでした。安定感抜群の大野雄大選手も2018年には絶不調だったり、13年、14年も大ベテランの起用でした。実際山井さんも15年は借金8、チームの低迷もあり、開幕投手が負け越すということも珍しくありませんでした。18年後半に期待を集め、19年開幕投手を掴んだ笠原選手も不整脈、その後不振で現在は現役ドラフトで DeNA 移籍。2020年に先発で安定感を見せた福谷選手が相性重視で、21年に開幕投手もそこからは少し苦しんでいます。もちろん大野雄大選手の復活、さらに小笠原選手がしっかりとローテーションの柱になれているのは本当に頼もしいです。さらに柳裕也選手も22年こそ若干苦しかったんですが、最優秀防御率経験がある投手です。高橋宏斗選手も23年は WBC 手遅れ想定も、今後開幕投手のような大舞台を経験する柱になっていくのかなと思います。苦しんできた歴史が見えますが、今は本当に熾烈な争いですし、中日の大きな強みかなと思います。続いてオリックス。2015年は手術で出遅れた関係でディクソンに開幕投手を譲りましたが、多くの開幕投手を金子千尋さんが務めてきました。16年以降は金子さんの状態が不安になってきたこともありましたが、それでも規定投球回を投げてきました。18年は開幕を西勇輝選手に譲っただけではなく不振と離脱、さらに6億円という年俸もあり自由契約となってしまいました。大型契約から少し苦しんだ印象はありますが、彼の貢献度というのは非常に大きいです。その後は山岡選手、今は山本選手が開幕投手。山本選手が先発転向当初、なかなか勝ちがつかない試合も多かった一方、山岡選手は最高勝率などチームに勝ちをもたらしてきました。ただ山岡選手も近年は離脱が目立っていること、さらに山本選手が日本最強投手までレベルアップしていて、とんでもない次元になってきてるんですよね。23年、山本選手、宮城選手が WBC で手遅れの想定、特に山本選手って日本代表の柱になると思うので、先発も多くやってくると思うんですよね。その中で田島選手、山岡選手というところが現状の候補かなと思います。先発候補は多い上で常に柱がいます。山本選手が23年オフ、MLB 可能性がありますが、まあ、その後も宮城選手らで争いになっていくポジションになるのかなと思います。続いてソフトバンク。2010年代前半はずっと摂津さんが開幕投手を務めてきて、チームに多く勝利をもたらしてきました。安定感はさることながら、開幕といった大舞台への強さも評価をされていました。ただ16年には不振のシーズン、さらに17年は開幕ローテーションを逃し、18年は一軍で苦しく自由契約となりました。17年は和田選手、18年、19年は千賀選手、20年は東浜選手、21年は石川選手と複数の投手が投げてきていますが、20年、21年と千賀選手が離脱してしまったことは大きいです。もちろん東浜選手に多く経験がありますし、石川選手も20年に最多勝を取っている選手、千賀選手のような柱が離脱しても、こういう選手を開幕に据えられる、つまりローテーションにこういう存在が複数いるっていうのは、ソフトバンクの先発の強さを表しているかなと思います。ただソフトバンクは常に怪我人に悩んでいたり、22年は先発で苦しんでいました。22年病気が発覚し離脱がありながら、ブレイクを遂げた大関選手が23年の開幕をつかみました。
千賀選手という柱が MLB へ行きましたが、藤井選手の先発転向や大型補強もありました。今後誰がエースになっていくか、このチームは候補が多数いるチームなんですが、絶対的な柱を置いた戦いをしていきたいシーズンかなと思います。続いて西武。流出が多い西武は、涌井選手、岸選手、牧田さん、菊池雄星選手と多く開幕投手を務めてきた選手たちがすでに別のチームだったり MLB でプレーしたりと、長期的にチームに残すことができていません。18年最多勝の田畑選手がエースになってほしかったんですが、不整脈と不振、そして19年エースクラスの安定感だったニールが20年には不振となっていて、20年までの開幕投手が今全員チームにいません。長らくローテーションで苦しみ続けてきていますが、やはり柱で高橋光成選手が一本立ちしてくれたこと、さらに今井選手や松本選手も規定や2桁と、高橋選手を筆頭にローテーションをまとめることができました。さらに22年は中継ぎの力が大きかったとはいえ、エース与座選手と2桁勝利を挙げられた先発も出てきています。今ローテーションがまとまっているのはやはり高橋光成選手が柱にいてくれるから、ある程度先発の候補はまとまっていますし、平選手の先発転向、隅田選手らの存在もいる状況ですが、高橋選手もあと何年西武でプレーするかというのはわからないところかなと思います。続いて楽天。楽天は田中選手がエースとして立っていた後、2013年は WBC の関係で当時ルーキーでもあった則本選手が開幕投手、17年は則本選手が WBC 出場だった関係で出遅れ、美馬選手が開幕投手を務めたり、19年は則本選手の手術もあり岸選手が務めてきましたが、基本的にはずっと則本選手でした。もちろんエースというところで、田中選手移籍後はずっと則本選手がイニングを投げ続けてきました。彼はパリーグを代表するエースにもなっていました。20年最多勝の涌井選手が21年は開幕投手となりましたが、13年から22年で則本選手、岸選手、美馬選手、涌井選手と、まあ、今考えるともうベテランになっている選手たちで、そのうちの美馬選手、涌井選手はすでにチームにいません。その中で23年には再び田中選手が開幕投手も、まあ、だんだんとこの柱の選手たちが大ベテランに差し掛かってきているんですよね。離脱だったり終盤に失速というケースも目立ってきました。22年ドラフトで即戦力的な投手を多く指名、何度も申し上げていますが、2022年苦しかった楽天の戦いはやはり先発の課題が目立っていたと思うんですよね。若返りがテーマになってくるシーズンだと思っています。続いてロッテ。ロッテは成瀬さん、涌井選手といった長く柱を務めてくれた選手が今チームにはいませんが、ある程度エースという選手を固めることはできていました。特に石川歩夢選手が近年は開幕投手を務めていますが、涌井選手が開幕投手を務めていた頃も石川選手はローテーションに入っていたんですよね。先発の柱として大変頼もしいです。近年は岩下選手、種市選手、二木選手といった本来開幕からフルシーズンローテーションで戦ってほしい選手たちが怪我ということもあり、ベテランの美馬選手、石川選手に次いで小島選手がなかなか勝ち星は伸びていないながらイニングを計算できそうという存在になっています。まあ、なので少しローテーションの若返り的なところ、特に中堅というところではなかなか計算が難しいです。ただその中で佐々木朗希選手という絶対的な存在は現れてきました。怪我等があるので仕方ないところがありますが、2023年は岩下選手、種市選手、二木選手ら中堅に差し掛かる投手たちが柱に立ちたいところ、まあ、当然先発転向の西野選手もまだまだベテランというよりは中堅の年齢になりますので、まあ、こういう選手たちの復活も期待したいところです。石川選手や美馬選手はベテラン、そして佐々木朗希選手は日本代表というところもあり出遅れが想定されますし、 MLB というところや登板間隔のケアも必要になってきます。当然候補自体は多いですが、ベテランを谷間に追いやるアピールというところも期待したいです。続いて日本ハム。かつては武田勝さん、吉川光雄選手、大谷翔平選手、有原光平選手が開幕投手を経験も、2人が MLB、 そして武田さんは引退、吉川選手はその後苦しんだりと計算外は多かったです。18年はロドリゲス、マルティネスといったローテーションで開幕も、ロドリゲスはその後苦しみました。現在救援として必要存在になっていますが、大谷選手や有原選手といった柱的な投手が MLB に移籍したり、マルティネスもソフトバンクに移籍したり、高梨選手がトレードとなったり、加藤選手もイニングが食えなかったことでショートスターター的な起用になったりと、先発投手で計算できる投手がなかなか出てきませんでした。さらにエース期待の上沢選手が打球直撃で長期離脱となったり、本当に苦しいローテーションだったんですよね。ただ上沢選手が戻ってきたこと、さらに加藤貴之選手が21年22年とイニングを伸ばすことができ安定していること、さらに即戦力投手で期待をされた伊藤選手が2年連続規定投球回、そして2桁勝利とローテーションの柱になることができましたので、先発の3本柱が固まったと思うんですよね。で、22年はビッグボスの開幕は遊ぶという方針で北山選手の抜擢でしたが、23年は先発の加藤選手で決定しています。3本は固めていますので4番手以降というところが大事になってきますが、上沢選手が
23年オフ MLB、 加藤選手も23年オフ FA となるシーズン、この3人が長期的に計算できればやはり先発は強力になってきますが、挙手的には難しいところ。伊藤選手も WBC 出遅れの可能性がありますが、23年以降のことを考えると、どんどんと先発ローテーションの柱に近づいていく選手を出していかないといけないシーズンかなと思います。全体としてはこんなところ。シーズンが始まる開幕戦、1試合ですがされど1試合です。チームのそのシーズンを占う可能性もあります。やはり開幕投手は最も早く先発しますので、単純計算で考えて多くの試合に先発する可能性が高まります。さらに大事な試合を任される先発の柱ということも多いです。といっても実際開幕投手だったとしても苦しんだ選手がいますし、抜擢という選手もいます。23年はすでに大関選手、加藤選手、高橋光成選手、田中将大選手が発表。石川選手はコンディションで回避が決定されましたが、どのような開幕を迎えるのか、また驚きの開幕投手はあるのか注目したいところです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。